さきのリベンジ1対1なんて。前回動画見てくれても分かるんですけど、またハット君で URL、はい、1対1今回はね、3ポイント2点2ポイント1点の合計9点マッチやっていきたいと思います。決めたら連続でっていう感じで、はい、絶対リベンジするソーシャルディスタンスで勝つんです。負けません。何時勝つわ。はい、ということでやっていきましょう。レッツゴー。
最後立ちましたというわけでリベンジ達成なんかめっちゃ嬉しいけど言葉にできない、もう疲れすぎてまだ勝負戦ほんまに長すぎたので、今回まあでもね、これでリベンジ達成したんで、まあ9にしたのはちょっと間違いかなと思ってまあなんとかリベンジ達成したんで、まあ今度、最後のリベンジはどうかなまたリベンジします。まあなんか、あと違う人も、友人とかも聞いてみて、また違う1対1の相手とかしてみて、またバスケ動画もどんどん上げていきたいと思います。この前は入りすぎるな前の動画見たらもう高との違いがめっちゃ分かるはい、ということで終わりたいと思います。はい、このチャンネルが面白いな、バスケ長すぎるなと思った人はチャンネル登録とボタンをよろしくお願いします。バイバーイ。